道路ずっと作ってますけど、これ固定道路っていうのが延長してずっとこっちも来るんでしょうね。確かに混んでるもんな、道がそこそこ。琵琶湖って西と東だったらどっちの方が栄えてるんですかね。僕はあんまりこう琵琶湖の西側ってあんまり来たことないですね。だからこう湖西道路っていうのもあんまり走ったことがなかったんですけど、よいしょ。イメージとしては東の方が空いてるイメージですね。なんか暑いな。やっぱり止まったら暑いな。バイクでずっと走ってるのが涼しいな。あ、気持ちいいですね。帰りどうしようかな。琵琶湖の一番北の方ね、まあ、あの今回行く牧野高原キャンプ場っていうのはほぼ琵琶湖のてっぺんくらいのとこなんで、そっからね、もう今西側にいてますけど、琵琶湖の北側くるっと回って東の方からね、南に南下していく感じにしてもいいと思うんですけど、どうなんでしょうね。サッカーか、サッカーやってる、ちっちゃい。前に大雨で本当は大雨の時に行こうと思ってたのは琵琶湖の、東側をね、ある程度攻めていったろうと思ってたんで、それが全然行けなかったんで、帰りに東側、ね、せっかく北の方まで来てるんで、本当はこう上から攻めて下、どっちしろ帰りなんでね、下っていけばいいかなとも思わなくはないんですけど、意外とこの道の駅の旅ね、なんかちょこちょこ寄ってね、そんなに辛くなさそうな感じですけどね。なんか、まあ、目的地っていうか目標があるのはすごくなんかこう走ってていいんですけど、なんででしょうね、道の駅ってこれ降りんのちゃうかな。なんかナビちょっと微妙やな。もう騙されへんぞ俺は。だいぶこのナビとの付き合い方が分かってきましたね。ああこれはな、あのね、僕このナビを使ってたのは、前行ったのも山あいの方ばかり僕結構走るの好きで行ってて、こういう街中っていうかこう信号が多い道路多い道路っていうのもおかしいな、こういうとこ走るのあんまりないんでね。からちょっとそのあたりのナビのね、動作があまりよく分かってませんでしたけど、なんかナビってそれごとに癖ありますよね、かなりね。ちなみになんですけど、この新朝日風車村っていうのはナビのね、施設のとこでいろいろ名称検索とかしてもね、引っかからなかったんですよね。新しい道の駅なのかな、それともこのナビの情報が、一応最新版のね、データは更新してるんですよ、2021年度版。このナビそんなに高いナビじゃないんですけど、3年間はね、無料で地図の更新が、できるようになってるんで、
一応去年のモデルかな、だから今年2021年で2022年の地図までは無料で更新ができると思います。あ、出てきた標識が風車村って書いてる。もともと風車村っていうのがあって、道の駅に登録したのが最近っていうことなのかな。あ、なんか見えてきた風車が回ってんのかな。なんか雨回ってなさそうな感じですけど、うわー、なんかお気持ちいい、気持ちよさそうな。あー、いいな、のどかで。北海道とかツーリング行ったらこういうだだっ広いとこずっとこんな感じで走っていくんでしょうね。またそら機会があれば行ってみたいなとも思わなくはないですけど、信号もないと思うし、なんか知らず知らずスピード出て捕まえそうな気がしますけどね、北海道。そういう意味で怖いですけど。風車村って言うけど風車一つしかないやな。あ、あるある、もう一個あったわ。まあ二つ回ってない。あ、三つあった。新朝日風車村駐車場。道の駅って書いてないですよね。これ曲がってもいけんじゃん。これ曲がってもいけるけど、これあれ、もしかして反コースところは向こうしかないパターン。これこっちじゃなくて、これ遠い駐車場なのかな。ぽいですね。あ、二人乗りの自転車がすごいな。お父さんとお子さんかな。すごい、二人乗りの自転車だ。違うな、あの多分あの目がちょっと不自由な方かもしれないですね、今のね。って書いてあるな、書いてあるけどどう止めたらいいんだ。こうでいいんかな。まあいいや。はい、到着。よいしょ。よいしょ。よいしょ。じゃあとりあえずまたハンコもらいに行きましょうかね。よいしょ。はい、ではでは。はい、今これ新朝日風車村道の駅ね。ここチェックイン。保存。よし。じゃあ、とりあえず、よっ。ハンコ行きたいと思います。よいしょ。ここはなんかあんまり人気がないですね。なんででしょうね。自転車の人は行けるけど。どういうことなんでしょう。
もしかしてここに反抗すとこがないというかいうオチはないでしょうか。新しいとこなら違うの方かな。あら、マジか、ないのか。3か8くらいやと思うけど、あるとしたらし、あ、ある、あった、あった、あった。びっくりした。あ、あった、あった。道の駅スタンプが外に置いてあるっていう。よいしょ。人気がないですよね。なんかこう自転車の休憩場所みたいな感じになってるんでしょうかね。バイクの人はみんな通り過ぎて行っちゃいますけど、はい。まあ、とりあえずゲットできたんで良かったです。ではでは。はい、ではね、とりあえず、新朝日風車村、完了 OK なので出ていこうと思います。次はスーパーですね。スーパー行こうと思います。多分ね、スーパーもでもそんな距離がないんですよね。一応ナビはセットしますけど、今津店、平和堂、目的地、はい、じゃあ行こうと思います。よいしょ、暑いな。暑い。ああ気持ちいいな。本当にバイク量産してるな。ああ気持ちいい、気持ちいい。風が、メッシュジャケットいいな、やっぱり。しかしこのメッシュジャケットとのこのパンツはもうちょっとなんとかならんかな。ああ、これもキャンプ場ですね。そこそこ来てますね。もうコロナもいい加減疲れましたよね。まあ、間隔を空けてね、キャンプくらいは楽しみたいですよね。ちょっとね。まあ15分くらいですよ、距離的に。スーパーまではね。でそこから牧野高原も多分まあ15分20分くらいで多分着くと思うんで、まあ、スーパーでちょっとねゆっくり買い物をいろいろ検討しながらして行けたらいいかなと思います。
気持ちいい。こう夏場ね、なんていうんですか、こう風を送るね、そんな急いでいかんでも、こう服の間にかましてね、風を中に送るやつも持ってたんですけど、2個買ったんですけど、前にね、去年くらいかな。だけどやっぱりね、こう風を送るやつだとね、風の取り込み口を塞いだりとか、風の、まあ、特に風出る方ね、そこを塞いだりするとあんまり意味がないんですよね。だから結局なんか腰のあたりだけ、上の方まで風が来なくて腰のあたりだけ冷えるみたいなね。空調服も一応持ってるんですけど、空調服着ちゃうとね、その上からジャケット着れないからね。だから、バイク乗るときにね、本当にこう遠出してやっぱり走るときは やっぱりこうプロテクターっていうか、そういうのがついてるやつじゃないとちょっと不安なところもあるので、やっぱりちょっとね、なんかバイク、まあ多分高いやつやったらあると思いますけどね、ジャケット、バイク用の専用のジャケットで、なんかこう、涼しいやつね。一回水冷式のね、やつもちょっと考えたんですけど、いろいろ見てたら、やっぱり中に氷とかね、そういうのが結構早めに溶けちゃうっていうのをね、記事で見て、1時間くらいかな、持つって言っても、1時間くらいだったらもう背中に背負ってるその水冷の氷が溶けてしまって、あまり意味がないっていうね、感じの、コメントもあったので、それだったらね、もういいかなと思って。で、なんかいろいろ考えた挙句に結局メッシュジャケット買ったっていう感じなんですよね。とりあえず。なんだろうな、エアバッグついてるやつもね、ヒットエアの。もう、だいぶ昔ですよ。ヒットエアっていう会社が、なんかの時に知って、まだエアバッグとかの、今だったらいろんなね、RS タイチとか、いろんなメーカーからエアバッグのやつ出てますけど、その当時はね、ヒットエアっていうところが多分一番最初に開発したんじゃないかな。まあ、結構前のモデルで、1回、2回くらいなんか整備出したのかな。で、ボンベとか変えてもらったり、点検してもらったりはしたんですけどね。まあなんか、そこまで頻度多く来てないんで、なんか買い直すのももったいないなっていうので。とりあえず何かの時にはちょっと来たりしてるんですけど、でも今このね、今日着てるメッシュジャケットを買って、で今日どうしようかちょっと迷ったのは迷ったんですよ、ちょっと遠出するから。だけどヒットエアのやつはね、メッシュジャケットなんですけど暑いで重いということで、もう今回はこのコミネの新しいメッシュジャケットで、来ることになりましたね。はい、ということで、まあまあもうちょっとあると思うんでね、またスーパー入るとこを撮っても仕方ないと思いますけど、まあまあなんか撮るとこあれば撮りますわ。はい、ではでは。はい、平和道今津店到着しましたね。とりあえずこいつね、保冷バッグ外してこいつ持ってってね、食材を買っていこうと思います。はい、ではでは。はい、食料の買い出しも終わりましてですね、キャンプ場の方に、最後ね行こうと思います。牧野高原目的地
ね。よし、出口はこっちかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと知り合いにも落ち合ったので、ちょっと一回止めます。はい、どうも。ちょっとね、知り合いと落ち合ったもんで、とりあえず今から行こうと思います。多分出口こっちかな。止まれとあるけれども、こっちでいいのかな。あ、出口って書いてるわ。これ右に行かないとダメやんだけど。あ、でも右アウトみんな出してるな。はい、ではね、最後平和堂で開門してキャンプ場に向かいます。ちょうどいい感じですね。11時、50分ね、着くのがもうすぐなんでね、12キロすぐですね。で、今回行く、牧野高原キャンプ場は、まあ、スキー場のところね、こう夏場っていうかね、スキー場シーズンオフの時はどうやらこうキャンプ場として開放してるとこみたいなんですけど、行くのは全く初めてなんですよ。前からね、結構こう気にはなってたキャンプ場なんですけど、なかなか行く機会がね、なくて、それで、今回ちょっとね、まあ、こっちの方道の駅、来て来れてなかったんでね、まあ、行こうかなということで、まあ、知り合いもね行きたいということだったんで、まあ、一緒にね、向かってるという感じです。来てます。よいしょ。この辺りはあれなんですかね、やっぱ雪が積もるんでしょうね。こう信号もね、縦型の信号になってて、こう道路の脇にもね、こう道路の位置を示す棒みたいなのがこうね、雪積もっても分かるようにということで、立ってますけど、意外とね積もるんですかね、この辺り。冬場にあんまりうろうろっていうのは、スキーにやってた時っていうか、スノーボードやってた時は学生の頃ですけどね。まあ、でも琵琶湖の方は濃かったな。滋賀県は福井とか兵庫とか岐阜とか、まあ、そっちの方はね、行ってましたけど、滋賀県琵琶湖の方、琵琶湖バレーとかね、そっちの方は行ったことがなかったですね。なんででしょう。なんか自分が行ってるっていうか、よく行くところでなんか限られてきますよね。なんか一回行ったらそこが行きやすくて、そこばっかり行っちゃったりとか、まあ僕の場合そんなね、感じが多いですね。バーベキューのいい匂いがしてます。もうみんなコロナ疲れでもういっぱいいっぱいなんでしょうね。もう限界でしょう。はい、東京の方ではね、まあ東京オリンピックね、今日でももう東京の方感染者数1000人超えたとか言ってまたやってますけどね。まあ実際どうなんでしょうね。重症化してるのがだいぶ減ってきてるのは減ってきてるんでしょうけどね。ワクチンとかも打ってる人が増えてきて、さあ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 どうでしょうね。とりあえず今日行くところもね、フリーサイトで予約を取ってます。結構広い
まあ、のっぱらみたいな感じになってるんだと思うんですけど、牧野って書いてますね。スキー場のところっていうか高原なんで、傾斜がある程度やっぱりついてると思うんですよね、下が。だからできるだけ平らなところ、場所取りは狙っていきたいですけれども、一応今日明日で今日明日で泊まる人は12時チェックインなので、どうなのかな、もう並んでたりするのかな、早々に来て、まあ、ちょっとそのあたりどうなのかっていうのが心配ですけど、まあ、できればいいとこ取りたいなと思ってます。はい、あ、気持ちいいですね。釣りか、釣りやな。はい、じゃあまあちょっとね、また近づいたらっていうと、もうすぐだと思うんですけど、継続して撮っときますかね。ぐだぐだ喋りながら、多分この動画を見ていただいている方は特段内容をそこまで気にしてないような流しで見てもらってるような人が多いような気しますんでね。はい、まあ、あの雑談ということでね、最近なんかこうガジェットでなんかこう、皆さんどうなんでしょう、心揺さぶられるガジェットってなんかありますかね。僕はね、最近ないんですよね、なんかこううわすげえみたいな、これ欲しいみたいなね、あのやつがね、あんまりねないんですよね。何でしょうね、こう DJI のドローンが出始めたっていうか、まあ、まず日本で売ってなくて、ファントム2か、くらいの時代、ファントム自体は売ってなかったと思うんでね、正規ルートではね。で、無線の関係でも5ギガ帯の電波使ってたと思うんで、最初のやつ。で、ファントム2が出て、で、2の時もそこまで、まあ人気は出たんでしょうけど、そこまで日本でまだね、ドローンっていうのも認知がされてなかった時代ですけどね。でも、ファントム2とかファントム3とか、やっぱりそのあたりね、やっぱりこう、あれですよね、ドキドキ感がありましたね。で、その頃の iPhone も発売されるごとに、何らかこう、おすげえっていう、ところがね、機能が搭載されたりとか、そういうのがあって、なんかね、最近ね、ガジェットでね、なんだろう、もう出尽くしたっていうか、今の、あれなのかな、技術っていうかインフラとかそういうのがもうちょっと5G とかがもっと普及してきたらまたいろいろ出てくるのかもわからないし、 5G が普及してもっと安価に使えるようになったりとか、まあ、そういうのが出ない限りはなかなかないのかな。ちょっとね、もうちょっと面白いガジェットっていうのが出てきてほしいという気持ちはありますよね。これ左になってるんですけど、道がどこ曲がるんでしょう。このナビの特性から言うと次の信号っていうことなんでしょうね。曲がるときに拡大図出てくれないのかな。あ、出た。ちょっと遅い気がするんですよね、これ。土地勘ないところではもうちょっとね、早めに出てほしい感じはしますけど。これ曲がってちょっと行ったら、何だったかな、なんか木がいっぱい、メタセコイアの、なんていうの、道の横に並んでるやつがあるみたいですね。そこを通っていき、コーツ！
はい、どうも、到着をいたしました。あ、気持ちいいサイトですね。やっぱりスキー場なんてどうしても斜めってるのはね、ある程度仕方ないと思うんですけどね。気持ちいいですね。まあ、できるだけ平らなところをちょっと探しては見たんですけど、まあまあある程度も仕方ないですね。ではでは、とりあえず荷下ろしをね、ちょっとしていきたいなと思います。あ、ちなみにこのバッグね、ここでこうやってもともとついてるキャリアのやつにつけて、で後ろはね、これこの黄色いやつね、これでギュッと、さらにもともとついてるのはこのベルトだけなんですけどね、これでさらに100均で買ったやつギュッと締め込んで、だから前にはもう全然行かないようになってます。ではでは、とりあえず荷下ろししていきます。